なんかベイビーちゃんには毒気を抜かれちゃうんだよな。僕宣誓布告だってしたのに、そういうの全然気にしてくれない。それにすごく楽しそうで自由だったか。簡単に言ってくれるじゃん。でも本当は簡単なことなのかな。完璧がいいけど、そうじゃなくても歌っていいのかな。うまくいかなくてもやってるだけで楽しい。僕もそう思えるのかな。うまくいかなかったもの、世に出してないのに消せなかった僕が初めて作ったメロディー。全然下手くそで歌詞もない。でもずっと消せなかった。歌えなくなった僕を救ってくれたんだ、このメロディーが。これを作ったことで僕は別の光を見つけることができた。僕のいろんなものがごちゃ混ぜになったブラックボックス、これを今作り直したら。ねえ、ちょっと今いい？僕、歌おうかと思って。驚きすぎだろ。歌うよ。歌いたいから。完璧じゃなくても、ベイビーちゃん相手ならいいかなって。ほら、ベイビーちゃんは僕に無様なゲームプレイを見せてくれたろ。うまくいかなくても楽しいって言ってたの。僕も試してみようかな、なんて。うわ、ちょっと苦しい。じゃあ話してよ。これじゃ歌えないだろ。僕の歌聞けないよ。オッケー、じゃあ聞いて。なら声が出るようになるまで噛みしめてよ。待ってるからさ。悪くない感想だね。僕も楽しかったよ。わあ、君本当に鋭いんだね。いや、そうじゃなきゃあれだけリナたちにぴったりな曲を作れないか。僕、ベイビーちゃんの曲の秘密がやっとわかったんだけど。誰かのハートにぴったり寄り添う最高の曲は、その誰かの数だけあるんだね。その誰かだけを見つめていれば、曲は自然と湧き上がってくる。君って、そういう曲作りをしていたんだ。もう、ほんと君ってベイビーちゃんだな。まあいいさ。今日はこれだけ分かってくれれば。ベイビーちゃんが言ってたことは本当だ。プレイするだけでワクワクする。僕も歌ってるだけで最高の気分だった。また聞いてよね。
You can do it! You can do it! Yeah?待って、今何時？え、もうこんな時間？嘘だろ？そんな。I'm so sorry! ごめん。ああ、ほんとごめん。出かける準備はできてるんだよ。でも試合がいいところでさ、つい…これはステイツの試合中継。ネットで見れるから出かけるまで流しておこうって思ってて。うん、逆転できそうなんだよ。こう…じゃなくて…もう準備はできてるから、行く？ちゃんもベースボールの良さが分かってきた。よーし、逆転するとこ見届けよ。今7回裏、2点差なんだけど、ワンアウト1、3塁。ここで1点返せればそのまま勢いに乗れると思うんだ。8番バッターなんだけど、打順がトップに返れば十分いけるはずなんだよ。Now's your chance! 負けるな！悔しい。でも、いいところもたくさんあったよ。みんな調子良さそうだし。僕たちがへこんでたって仕方ないんだ。応援あるのみ。チームのみんなはいつも僕らの声に応えてくれるんだから。まあね、チームもチームのファンも最高なのさ。さ、試合は終わったから出かけるよ。 Hurry up, baby ちゃん。球場じゃん。ホットドッグとコーラが定番なんだけど、ここすごいね。いろんなお店があった。やっぱりベースボールにはホットドッグとコーラだね。でも、アイスとクレープなら追加で食べてもいいよ。Run! Run! いけー！ベイビーちゃんも楽しんでるみたいだね。ルールを教えた甲斐があるよ。ま、ゲームを使って教えたんだけど。覚えてるならいいさ。目が慣れてないだけさ。まあ最悪、打ったら走るだけ覚えてればいいよ。へえ、わかってんだね。お、言ったね。ベースボールは奥が深いよ。ベイビーちゃんのくせに生意気なこと言うじゃん。じゃあ、今の状況から説明するよ。
しかった。やっぱりベースボールは最高だね。すごい興奮してたよね、ベイビーちゃん。なんか、ずいぶんと気に入ってない？同好会？どういうところが？ベイビーちゃんって本当に何でもスクールアイドルに結びつけちゃうんだ。いや、いいなと思ってさ。でもそっか、言われてみたらそうだね。いろんな特技を持った人たち、みんなで力を合わせて、その視点気に入ったよ。僕ももっとベースボールが好きになれそうだ。うん、君って本当に興味深いね。ベイビーちゃんのベースボール熱が冷めないうちに、今日の試合のおさらいをしておく必要があるね。僕とまた観戦しに行くだろう。その時のためにもっと解像度上げておかなきゃ。ベイビーちゃん、やる気だね。じゃあ、一回表からおさらいだよ。面白かった。ベイビーちゃんはまだまだだな。そういうヒリヒリした感じを味わうのがいいんじゃないか。ベースボールは予想もできないドラマを楽しむスポーツなんだから。あれ、ネット中継これで終わりじゃないのかな。へえ、そんなのがあるんだ。まあ、ベイビーちゃんがそう言うなら見てもいいけど。何あれ何あれ、別に可愛いわけじゃないけど、なんか癖になるし可愛く見えてくる。可愛くはないのに。違うよ、変なこと言わないで。え、いや、ベイビーちゃんがどうしてもって言うなら付き合ってもいいけど。仕方ないな、あんなのが見たいだなんて。ほんとベイビーちゃんはベイビーちゃんなんだから。けど、イベントとして優れてるってことは認めてあげてもいいよ。ファン心理がわかってるね。参考にしてもいいな。
いや。そうなの？ふん、そうなんだ。まあ、いいけど。僕、やってみようかな。なら、ベイビーちゃんも覚悟を決めてついてきて。最高のエンターテインメントを作るから。